どうも今週はカット編集がない回となります。なので、まあ、お時間許すとき、そして今回のトピックが、まあ、興味がある方、今の自分にとって必要だなと思う方は、ぜひね、最後まで見ていってください。というのも、今回まあタイトルかサムネイルにね、入ってると思うんですけど、えー、ちょっとカツを入れる回です。久々ですね、カツを入れてくださいっていうのはよくいただいてましたけども、今週カツを入れる回となります。 なので、今ね、順調に頑張ることができてる方だったりとか、今の自分にとっては、勝つは必要ないとかさ、うまくいってないんだけど、その勝つもさ、言われるとへこんじゃう時ってあるじゃん。自分のさ、気持ちが、その勝つを受け止められる時に聞かないと意味がないでしょ。だからぜひ、一回ね、こう、もう一回自問自答してほしい。今の自分にとって、勝つは必要か特に、ハイチからの勝つは必要なのかって。 いいいいううののをを自自問自答しててくださいはい、っていうのをなんでこんなねあの自問自答だったりとか必要かどうかっていうフレーズをね強調してるかっていうとえ今回伝えたいのはそこです。はい例えば皆さん普段私の動画もそうだしえ他の YouTuber さんの動画だったりとか、まあ、漫画とか雑誌とかゲームとか、まあ、娯楽と言われやすい方だねのものあるじゃないですか、ね。それを何かしら触れると思うんですよね。でそそれれれをててるるににに触れてる時に ぜひ考えてほしいそれってこれって <laughs> 今の自分にとって必要今の自分だよ。いい自分のさ好きなものだから当然娯楽に触れてる触れてるんだけど今の自分に必要なのかっていうのをぜひ自問自答関連な自問自答してください。あのー、特に受験生だったりとか、まあ、定期テスト前の、ね、方とかやらなきゃ。 頑張らなきゃって思えば思うほど割と空回ったりしますなんかさ受験勉強やんなきゃって思う時ほど部屋の掃除がしたくなるみたいなまあ部屋の掃除はいいと思うんだよ環境を整えてるから後々の自分にプラスになるからねいいと思うんだけどでもそういう時、ね、頑張らなきゃいけないものが分かっている時ほど目を背けたくなるんだよ人は努力からだから娯楽の方にどうしても目が行ってしまってそこの誘惑に負けてしまうんだよねでさ 負けてしまった後に、例えば、それをいい意味で割り切れる。もう <laughs>、しんどかった。ストレスが溜まりすぎてたから、これをもうね、例えば漫画を読んだことによってリフレッシュして、その後頑張れるってなるんだったら、もう OK よ。その娯楽の使い方はすごくいい。でも、きっとこの動画を見てくれてる88%ぐらいかな、の方は、なんで漫画読んじゃったんだろうって。何やってんだよ、俺。 もうダメだ私って。自己嫌悪になるんだよね。何のために時間使ってんの何のために娯楽に触れてんのってなるじゃん。そんなことも分かってんだよね。分かってへこんでるわけじゃん。悪循環なのよ今。でもさその悪循環断ち切れんのは自分なんだって。時間には限りがあるの。時間は有限なの。んなこと分かってるでしょ分かってんだけど。 有限限なのよ限りがあるだからどう使うかは自分で選ばなきゃ今一番すべきことは何何なのそれが今は疲れてるストレスが溜まりすぎ頑張りすぎたから休憩タイムなんだってそれが今やるべきことだったらいいじゃんそれは次に繋がるための休憩なんだもんでもそうじゃない今やるべきことはもっとあるって頑張んなきゃいけないんだって分かってるならそれをやらなきゃ逃げるな 目の前のの前やるべきものからいいこのねなんでこの10月の後半にこれを取ってるかって、まあ、10月のポイントでも喋ったけど10月は本当に油断の月なのだらけやすいもうこれ多分投稿した時半月以上経っちゃってんだけど11月から特に受験生とかそうだけどもうさ11月入る段階でスイッチ変わってなかったらもう間に合わねえって今 A 判定取れてるもういけそうな気がするいや抜かされるぞ簡単に っってなっちゃうほんとねたくさんの子どもたち、まあ、塾でも指導してきたりとかこの YouTube でも触れ合ってくる中でもっと早く頑張ればよかったってもうめちゃくちゃ聞くのよそして聞けば聞くほど悔しくなるもっと早くに気づかせてあげるきっかけがあったらって思うわけもちろんそれを気づくのは本人だよ最終的にはそうだけどでもできたことは絶対あんだわ塾講師の時も YouTuber の今もねだから今回この動画を撮らせてもらいました いい俺はすごく時間をて意識するのでも正直みんな中高生の時はそう思えてなかったなかったんだよでもなんでこんなに言ってるかっていうと俺は大学の時にちょっと病気やっちゃってさもう一生治らない病気を負っちゃったのよ負ってで医者にねもう君はいつこうやってね急液に悪化するかもわからないからいつ死ぬかもわからないんだよっていや本当死ぬ病気じゃないんだよそんな簡単に死ぬ病気ないんだけどそう言われてからあそっかって。 分かってたんだけど命にはいつかもう終わりが来るんだってそれが俺は急に来るかもしんねえんだってでもみんなもそうじゃんそれは俺が病気持ってる持ってるのは関係ないじゃん不慮の事故もあるわけだしだからそんなね毎日 1, 1分1秒をもう細かくずっと大事にしてそこまでは言えないよそこまで窮屈にしなくていいでも今日々過ごしてる時間が限りがあって二度と帰ってこねえんだこの時間はってだから 今やるべきことは何って何に時間を使ったら自分が自分を褒めることができるのっていうのをもう一回考えてほしいそうそのきっかけを作ってほしくて今回ねこんな話をさせてもらいました、えー、ちょっとねまあ、口うるさくというかうっせえなって思うとこいっぱいあったと思うんですけどでもあの正直こういう動画撮った時にハイチうっせえなムカつくなって思ってでも,も全く問題ない本当にそう思ってもらっても構わないでもでもうっせえあいつうっせえけど ちょっっっとやららななきゃてて思ってもらえたら俺すげがハ,ハッピーなことがみんな嬉しいか分かんないけどでもそのためにとったので是非何かもう一回ねちょっと立ち止まって自分の今の時間の使い方っていうのを振り返ってもらえたらと思います。はい <laughs> ということで本日もここまでお付き合いいただきありがとうございました。で来月 <laughs> ちゃうちゃう。来週は9月の末になりますので、ちょっと早いんですけど、9月じゃないよ、もうしっかりせよ、私。10月の末になりますので、11月のポイント多分話していくと思いますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それじゃあ、あの、みんなにね、こんな偉そうなこと言ってるんだから、俺も時間をね、ちゃんと意識して頑張っていきます。ただただ頑張れ、頑張れじゃなくて、一緒に頑張ろうってスタンスで常に痛い,いので、俺も、ま、もう10月の後半ね、 変わらず頑張っていきますのでよかったら一緒に頑張っていきましょうそれじゃあまた来週の動画でお会いできたらと思いますそれじゃあまたバイバイ